モーコロ大坂へは、モンゴル国、ザブハン県出身でタツナミ部屋に所属した、元オズ撲力士。本名は、市川久し。モンゴル名は、ガンボルド・バザル・サド。身長187センチメートル、体重152キログラム、血液型は B 型。得意技は、左四つ、より、突っ張り。最高位は、東前頭6枚目。2011年、 大相撲やお長問題にて引退勧告処分を受け引退した。ウランバートル市内で小天皇と同じ団地の住人だったがお互い面識はなかったという。学生時はバスケットボールに熱中しモンゴル相撲の経験はほとんどお遊び程度でやっただけであった。しかしモンゴルの英雄、極州山の取り組みを見ているうちに自分も力士になりたいと考えるようになり、 偶然帰国していた曲集山を親戚から紹介され、来日を決意。ちょうど曲集山の兄弟子である、立波親方がモンゴル人力士を探していたこともあり立波部屋を紹介され、2000年に来日した。入門直前には同時に来日した白宝等と、実業団の摂津倉庫ズム部ブで稽古をつけてもらい、2001年3月場所に初土俵を踏んだ。 四考名の由来は、大阪場所で初土俵を踏んだことであり、ご当地球団、阪神タイガースの山田勝彦元星と立浪親方が信仰があったからである。モンゴルの、モ虎コと同じ読みの、モ虎コと立波部屋の波を合わせて命名された。ただし、モンゴルにおいて、モ虎コは別称とされているため、日本においてもモンゴル人が使用をやめるよう、呼びかけており、 モンゴル出身力士も、この運動を支援している。モーコロを本人がこのことを認識しているか、また運動を支援する力士に含まれているかどうかは、不明。なかなか体重が増えず三段目会で苦労したが、徐々に体重が増え出し成績も右肩上がりに良くなり、幕下に定着して行った。2005年1月場所から5場所を連続勝ち越し、同年11月場所には、 東幕下2枚目まで番付を上げ5勝2敗と勝ち越し2006年1月場所には重量に昇進した新重量となった1月場所5日目には阪神タイガースのロゴマークと告示したデザインの化粧回しをつけ事前に説明を受けていなかった球団営業部が調査に乗り出す事態となったこの化粧回しのデザインは虎の顔が左向きで鼻の色が薄く 顔の縞模様が異なるものだった。しかしその後球団側が指定が半身半であることなどを確認して特別許可を出し、翌3月場所には立浪大阪講演会から球団公認の正規ロゴマークが入った化粧回しが送られ、場所後には球団事務所を表敬訪問した。その場所は校長で11勝4敗と勝ち越した。翌 3月場所も西十両3枚目で9勝6敗と、勝ち越し、新入幕の可能性もあったが、翌、5月場所で、東前頭16枚目の都議使いと、西前頭16枚目の十文字に阻止され、東十両筆頭止まりで入幕はならなかった。しかし、筆頭なので勝ち越せば、入幕1ではあったが、そのプレッシャーか、5勝10敗と大敗した。七月場所、九月場所、 11月場所も続けて負け越しで、1年間守り抜いた重量の座から陥落することになり、2007年1月場所は、西幕下4枚目で迎え、優勝に大手をかけていた境沢との取り組みで敗れた、ものの5勝2敗と好成績を残した。しかし、自身より、番付が、上の白石、高見富士、北勝岩の3人が勝ち越したため、最重量は果たせなかった。翌、 3月場所は、東幕下筆頭で4勝3敗と勝ち越し、帰り重量を果たした。帰り重量の場所でも8勝7敗と勝ち越し、翌、7月場所も勝ち越すなど番付を徐々に戻し、重量十九、場所目となる2009年5月場所では西重量筆頭で11勝を上げ、翌、7月場所で新入幕を果たした。2009年12月21日に、 同年11月18日付で日本国籍を取得したことが発表された。モンゴル出身力士の日本国籍取得は極天法マサルに次ぐもので、帰化に際しては師匠が養親となった。なお、同じ部屋のモンゴル出身力士で幕下の大高郎も別の人物を養親として共に日本国籍を取得した。2011年の大相撲やお帳問題では、 ヤオチョに関与したと特別認定調査委員会に認められ、4月1日の相撲協会臨時理事会の結果、引退勧告を受けた。4月4日、引退届を提出し、受理された。この引退により、モンゴルに住む家族が中傷されており、同じくヤオチョ問題で引退した徳瀬川、恒流、白馬、星光とモンゴルで、 釈明会見を近日中に行う予定としたが、実際に会見を行ったかどうかは定かではない。5月1日には所属していた立並部屋に顔を出し、若い種に胸を貸した。モンゴルでの日本を相手にした事業を始めることも決定している。5月22日に断髪式を終え、今後は総合格闘技へ転身すると報道され、若いし、これからいろんなことに、 チャレンジする。何でもやるつもり。まだ決めてないけど、出てみてもいい。一回、チャレンジしたいとコメントしていた。その後8月に、イグフからプロレスデビューすることになったものの、当日姿を見せただけで、リングデビューはしていない。その後起業し、モンゴルと日本を行き来している。2011年1月場所終了現在引退時の、 番付は2011年2月28日発表の純粋によるありがとうございます。